織り込みという形で、周南西両院組合や商工会議所などが飲食店応援プロジェクト第1弾として始めました。テイクアウトなどをしている店の情報をまとめたおうちグルメ周南です。感染拡大は飲食業に大きな影響を与えていて、徳山商工会議所のアンケートには9割以上が売り上げが減少していると答えています。少しでも売り上げを取り戻そうとテイクアウトを始めた店も多く、その情報をサイトを通じて広く知ってもらう狙いです。現在11件が登録しています。市内で60年近く続く寿司割烹の店正木越し、サイトに掲載される予定です。代表の平原聡さんにとって今は経験がないほど厳しい状況です。おとといからはテイクアウトのメニューに海鮮丼を加え、配達にも力を入れることにしました。手軽に食べてほしいと価格も抑えました。食べることによってですね、僕らは皆さんにね、元気を与えることはしかできないので、皆さんに元気を出してもらって、また笑顔でこれからまた生活できるように頑張っていきたいと思っています。おうちグルメ周南は地域情報サイト徳山アップの中に設けられています。